バレット・ウォレス、ティファ・ロックハート、クラウド・ストライク。見てこれ、お仲間はスラムの花売り、実験サンプル。何なのこいつら。いよいよ本格的な指名手配ですね。いいと思います。いや、そんなことじゃなくって、どうしてわしが配達するの。宇宙部門統括なのに。信頼されてるってことじゃないですか。どうした、行くぞ。訪れるものだよ。いいですか、お二人さん。クラウド、負けるな。クラウド。
ささやかな例だ。ゴールドソーサーを存分に楽しんでくれたまえ。ありがとう。すごかったね。クラウド緊張した？別に。クラウド慣れてるもんね。この前なんかミツバチの味方で。エアリス。では私たちも楽しんじゃいますか。うん、そうしようか。コスタでも遊んだじゃねえか。じゃあ多数決。ちょっとだけ遊ぶの。賛成の人。今のうちだ。楽しめ、クラウド。クラウド、休んだ方がいいと思う。いや、大丈夫だ。別に遊びたいわけじゃねえんだろ。おとなしく宿で休んどけ。じゃあ、あたしたちも行っちゃおう。こっちこっち。ちゃんと休んでね。ホテルは…こっちか。魔法が尽きればここは終わる。何
んだよ、ジュリー。あんたの専門だろ。まあ、そうだね。そういうことだ。確かに今のうちだ。よかったら占いましょうか。明るい未来、愉快な未来、あ、悲惨な未来が出たら加入してや。なんだこいつ。お兄さん、お兄さん、こっちこっち。僕は占いマシンをゲットし、よろしゅう。結構人気もんなんやで。おお、わ様はどういった種類でしょうか。男さん、女さんで頼む。かしこまりました。それでは、申し訳ございません。本日満室になっております。だよ。他の宿は。申し訳ありません。本日ゴールドソーサーにあるすべてのホテルが満室となっております。はあ、うん、
もしもし、お困りですか？またお前か。よければ僕が部屋用意しましょうか。ぼったくろってのか？そんなことしませんって。なんやったらお代も僕が出させてもらいます。余計に怪しい。疑り深い人やな。君、悪いけどもう一度確認してんか。うん、たった今キャンセルが出ました。トンベリルームとエリゴルルームでしたらご用意できますが、いかがいたしましょう？親切は気持ちええわ。ほんなごゆっくり。さよなら。お部屋は4階になります。階段を上がった先のエレベーターをご利用ください。占いはどうですか？皆さんの未来占うでー。占うのは未来だけなのか？バカにしたらあかんで。うせものうせびと何でもございや。かつて英雄と呼ばれたソルジャー、セフィロスはどこにいる？ほう、セフィロスですか。よっしゃ、ほら行きますせ。にゃ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 。中吉、活発な運勢になります。周りの人の好意に甘えて人頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。これがセフィロスの居場所か？変やな。ちょっと待ってや。ワモア、カモン。忘れ物に注意。ラッキーカラーは黒。もういい。あ、いやいや、もっぺんやらして。あ、ほら頑張るんや。どないしました？求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。ええんか悪いんかようわからんな。どうした？最も大切なものってなんだろうな。えらい、すんません。いつもはもっとうまくやれるんやけど、調子悪いんかな。いつもはもっとうまくやれるんやけど。区域のエレベーターにようこそ。4階を頼む。あ、はい。それでは4階に参ります。うひょー。パルマーで予約が入っているはずだ。宇宙開発部門統括、
はい、しばらくお待ちください。キャンセルされてますね。は？どういうこと？予約いただいておりましたドンベリルームとエリゴルルームですが、先ほどパルマ様よりキャンセルを受けたまわっております。そんなはずは。どうかした？部屋がありません。いや、あしの名前出した？もちろん。じゃあ遊んでくる。大人のコーナーはどこ？どこ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 ？四階です。それでは当ホテル自慢の部屋を存分にお楽しみください。おもちゃかよ。ジョニーの痩せるが恋しいぜ。俺はちょっと出てくる。ああ。遊ぶんじゃねえ。散歩だ、散歩。お前はちゃんと目閉じて休んでおけよ。ほんと時々変だからよ。ああ、そうする。疲れてるのかもな。ごめんな、何もしてやれなくてさ。ごめんな、何もしてやれなくてさ。マテリアか。不思議な色だな。
あんたも食べるかい？ああ、食べる食べる。いただきます、です。はいはい。はいは一回、です。はい。昨日の夜、家の前に誰かいたよな。ああ、ビッグスだね。食料を届けてくれたんだ。なんかコソコソしてたけど、そこら中に手配書が貼ってあるだろ。あれに顔が載ってるんだ。どういう関係？本人から聞きなよ。マリンがここにいる限りまた来るだろう。来ないよ。ビックスはもう来ないよ。だって父ちゃんもティファも帰ってこないもん。だからビックスももう来ないの。そんじゃ、俺がビッグスを探しに行くよ。そんで、連れてくる。え？ほんと？ほんとほんと。あ、返事は一回だったよね。ううん、もっと言っていいよ。ほんとほんと。ほんとほんと。大丈夫かなと思って。ん？いや、何でもない。調子どう？大丈夫だ。少し眠ったからな。じゃあ一緒にゴールドソーサー回らない？今ゴンドラがね、カップルタイムなんだって。カップルってあのカップルか？はてさて、どのカップルでしょう。2階のフロントでよろしいですか？います。ゴールドソーサーにご来場の皆様、お待たせいたしました。ただいまスカイホイールスクエアの入場規制が解除されました。どうぞスカイホイールスクエアで空中をめぐるゴンドラの旅をお楽しみくださいませ。どこまで行くのか。
がとう、ヒポ。ヒゲ、ごめん。負けたら承知ねえからな。ふむふむ、これは近年まれに見る熱いレースですな。クラウドさんはどの子が来ると思います？毛並みと筋肉のつき方を見れば大体の能力はわかる。あん、おやクラウド、こんなところで会うなんて奇遇じゃないか。ここで何をしている？コスタでの商談がうまくいってね。少しぐらい羽を伸ばしてもバチは当たらないだろう。負けちまったよ。なんだい、勝ったのはまたサムのとこのチョコボかい？認識してんじゃないだろうね、あのペテンシも。あんた、私になんか構ってないでちゃんとエスコートしておやりよ。せっかくのゴールドソーサーなんだ。彼女を退屈させるんじゃないよ。ほっといてくれ。頼むよ、スタートが肝心だからね。おぉ、いいじゃない。私もテモミアゴールドソーサー店でも出そうかね。サムのやつレースで随分と儲かってるみたいだね。私もテモミアゴールドソーサー店でも出そうかね。ジョーさんの統合部会だし。おめでとうございます。今回のレースはいかがでしたか？こちらは騎手控え室です。関係者以外はお入りいただけません。お客様は入れません。こちらは騎手控え室です。関係者以外はお入りいただけません。専門外だ。新兵の諸君、ようこそ宇宙騎士団へ。早速だが、本作戦のブリーフィングを行う。心して聞くように。ギルガメッシュ軍の主力艦隊がダイナマ衛星の影に展開しているという情報が入った。そこで諸君らには先方として敵陣を確認してもらいたい。本作戦は敵軍にとっての我らにとって最初で最後の攻撃中である。戦争を終わらせるために共に戦う。しかし、時代の経験を受けて権力に追われたギルガメッシュ軍上層部に対し反旗を翻す宇宙騎士団。クーデターとして始まった宇宙戦、敵は危険な宇宙生物を従い激しさに応じていく。宇宙の平和だ。先を教えてほしいぞ。新兵の諸君、それではヒポッポ、ご利用ありがとう。ヒポ、よく来た。勇気ある者たちよ、ここは力を体調を見るのか。こんなところで何をしてる？子供たちに追いかけ回されて逃げてきた。着ぐるみだと誤解されている。しば
たのは最強車用カウンターへ。マッスルコーチューにはそれら全てがある。さあ大いに騒ごうではないか。コロシアムに参戦をご希望のお客様は出場者用カウンターへお声掛けください。またのお越しをお待ちしております。延長の中堅スタンプのぬいぐるみプロテインを飲むのサイズが。久しぶりだな、リオ園長との熱い戦い見させてもらったよ。キュンとした。相変わらず目立っていたな。心を解き放っているようだ。ここで何をしている？とある公園の監修を頼まれてね。はっ。ダンスの振り付けをしに来たのさ。そうだ、よかったら。断る。釣れないのも相変わらずだな。わあ、綺麗な人。あ、知ってる人？ジェシー、アバランチの仲間で7番街で死んだ女優さんだったんだね。ああ、
不愛想な俺と友達になろうとしてくれた。友達？恋人じゃなく？クラウド、そういうの気づかないでしょ。いろいろ言われたけど、俺をからかってたんだ。それくらいわかるさ。そんなに単純かな？どういうことだ？青年よ、もっと学びたまえ。ね。いつか俺も。お楽しみ中のようだな。ここは黄金の楽園、存分に謳歌したまえ。お楽しみ中のよう。いつか俺もここの舞台に立つぞ。そろそろ行こうか。うん。次はどこ行く？チョコボレッサどう？また？終わっちゃった？残念。ジェシー、この舞台に立ってたんだよね。多分な。見たかったね。違いを確認してみよう。いいですか？さあ、レッツバウト！
教えてほしいの。この時間はカップルタイムとなっております。恋人やお友達を乗せ、ゴンドラはゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで二人きりの美術館。至福のひとときを存分にお楽しみください。じゃあ並ぼっか。何？そう、なんだろう。申し訳ございません。ただいま園内において電気系統のトラブルが発生いたしました。現在原因を調査中ですが、万が一を考え、これよりお客様を安全なところまで誘導させていただきます。こちらへどうぞ。前にいるスタッフの誘導に従ってください。こちらです。焦らずゆっくりとお進みください。クラウドハン大変や。お、かわいい。どうした。大至急コロシアムに来てください。実はコロシアムのロビーで銃撃事件がありまして、目撃者によりますと犯人は片腕が銃の男やったそうです。え？お仲間には僕が伝えますから、急いでコロシアムへ。嘘だよね。とにかく行ってみよう。申し訳ありません。ただいま通行禁止となっております。もしもーし。あ、ちょっとお待ちください。この人ら通してかまへんで。了解しました。失礼しました。お通りください。なぜこんな恐ろしいことに。足が震えています。なぜこんな恐ろしいことに。
らの兵隊さんが襲撃されたんや。それで私から話そう。私は園長のディオ。若者たちよ、我が輝きの楽園ゴールドソーサーへようこそ。君はすでに戦友だったな。再戦はいつでも受け付けているよ。そんな話はいい。本日神羅の統括殿がお越しになったのだが、一緒にやってきた兵士たちが襲撃されてね。スタッフや他のゲストも巻き込まれてしまったんだ。そんな、周到にも監視カメラが壊されていてね、犯人の姿は確認できなかったが、目撃者の証言によれば犯人は片腕に銃を仕込んでいたそうだ。そこで私は思った。そういえば要注意人物として報告を受けていた男と似ているなと。私には劣るが、体が大きく態度も声も大きく、不機嫌そうな顔を隠さずサングラスをかけ、そして片腕が銃の男。どうだろう、君たち心当たりがあるだろう。待ってください。バレットはよく暴れるけど、こんなひどいことはしません。その言葉を信じたいが、今日こんなものが配られてね。それは、犯人はバレットじゃない。おお、根拠は。先に監視カメラを壊すなんてらしくない。仮にこんな事件を起こすなら何か理由があるはずで、それならやっぱりカメラを壊すなんてしない。いい、いいぞ。美しい友情は大好物だ。でもこれは大事件だ。それだけで無罪放免というわけにはいかない。ではこうしよう。君たちの手で真犯人を捕まえ、友の無実を証明したまえ。期限は24時間。それまでに真犯人を捕まえられない場合は、君たち全員を捕らえ神羅に引き渡す。発信機だ。君たちが逃げないように監視させてもらう。俺たちは逃げない。よろしい。タークスに先を越されないように頑張りたまえ。タークスいるの？競争相手がいると燃えるだろう。さあ若者たちよ、犯人は下へ行ったぞ。友のために走りたまえ。僕も手伝いますぜ。案内人は必要でしたろ。地上へ降りるリフトはこっちです。こっちこっち、はよはよ。犯人は必ず捕らえる。そして私の楽園に泥を塗ったことを後悔させてやる。急いだ方がいいのではないか。犯人は必ず、そして私の楽園に泥を塗ったことを後悔させてやる。
これから行くんはアンダーソーサーいうて、昔はここで働くスタッフが住んでいたとこなんやけど、いつからかモンスターが入り込むようになって上に宿舎を移したんです。そしたらなんと大陸中からならず者が集まって住み着いてしもたんです。いやーほんま難儀やな。ウォールマーケットみたいだね。あそこよりさらに立ちが悪い。一度足を踏み入れたら二度と出られへんって言われてます。せやから今ではこう呼ばれてます、コレルプリズンって。まさしく砂漠の監獄、盗む、襲う、殺す、なんでもあり。というわけで皆さんせいぜい気をつけてくださいね。ついちゃったよ。ありゃ、お留守？見られているな。気を抜くな。まさかお前か？って本当は分かってるよ。お前がクラウドだろ。どこかで会ったか。おいおい、初対面に決まってんだろ。俺様と会って俺様を忘れるやつがいるもんか。ただ俺様はお前のことを一方的に知っている。なぜかと分かるか。何でも屋のクラウド。よし教えてやろう。裏稼業は情報が命。ましてトルネオファミリーを壊滅させた男がいるとなれば調べないわけがないだろう。おめでとう、パンパンパン。お前は有名人だ。俺たちは片腕が銃の。まあ分かってる分かってる。裏稼業は情報が命。いつも言われるな。上で起こったことはすべて把握している。そこで腕利きの何でも屋に仕事を頼みたい。どういう。お前が探している片腕が銃の男は俺様がすでに確保している。砂漠の牢獄にな。その場所をお前に教えてやってもいい。特別だぞ。しかし世の中はギブアンドテイクだ。そうだ。お前は俺様に金を持ってこい。俺様は今とんでもなく金が必要だ。どこかのイカれたクソったれが勝手に死んだ兵をぶち殺しやがったからな。もう犯人を引き渡すだけじゃ収まらねえ。コレルプリズンを守るためには上納金が必要だ。とんでもない額だな。クソ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 。その金を何でも屋のお前に用意してもらう。ああ分かってる、心配するな。金を稼ぐ方法は考えてある。何でも屋にはチョコボレースに出場し優勝してもらう。というわけで
優勝できるまでお仲間預からせてもらう。クラウド、クラウドか。待て、ちょっと心配するな。丁重におもてなしするさ。ああ、でももしお前が金を持ってこないなら、彼女たちに稼いでもらってもらうかもな。ゲスト呼んでくれ。オーケー。じゃあレースの突っ込んだ説明はこいつに聞きな。了解です。まず期待しているからな。よし、チョコボのところまで案内する。ついてこい。バレット、無事だといいけど、クラウドも気をつけてね。この子はバルちゃん。こげすやろ、あたしをどうするつもりだ。いざ、あんた、この術で。私たちも大丈夫。心配しないで、チョコボレース。頑張ってね。また檻の中が、今回の仲間がいるだけにしか。決裁なことになりましたね。クラウド班だけが頼りです。また檻の中が、今回は仲間がいるだけマシか。あ、私の元気さ、可愛がってもらいたい。いざとかあったら、私の術で。ほら、ルキパキ歩け。逃げたら砂漠に埋めちまうからな。連れてきたぜ。あなたが何でも屋のクラウドね。なかなかいい男じゃない。そうか。私はチョコボマネージャーのエスト、よろしく。え、クラウド、お前はグリーン牧場の。何、あなたたち知り合いなの？どうしてここに。ああ、ピコをチョコボレースに出すためにゴールドソーサーに来たんだけど、こいつらに捕まっちゃって。おいおい、人聞きの悪いこと言うなよ。砂漠で迷子になってるところを俺たちが助けてやったんだろ。ふざけたこと抜かしやがって。まさかピコに乗るのか。ご明察。レース会場にはガスが案内してくれるわ。声をかけてみて。ここでは野菜は貴重だからね。買い取らせてもらうわ。ピコの調整は完璧。これで勝てなかったらクラウドのせいだから。ピコの調整は完璧。これで勝てなかったらクラウドのせいだから。ピコちゃんの準備は万端。あとはクラウドの腕次第ね。なんでも屋のレース運び楽しみにしてるから。ピコちゃんの準備は万端。あとはもう準備はいいのか。よし、じゃあ上のレース会場まで案内する。ねえ、やっぱり私がエスコートすればいいわよね。ったく、ちょっといい男だったこれだ。それじゃあ私についてきて。他のレーサーに舐められんじゃねえぞ。になっちゃうな。あれ、さっさと行け。他のレーサーに舐められんじゃねえぞ。しっかり見違えちゃった。これなら期待できそう。ただチョコボがいくら優秀でも、騎手がヘボだとレースには勝てないわよ。スピードもスタミナも申し分ない有望なチョコボが無能な騎手に潰されるのを何度も見てきたわ。
チョコボを生かすも殺すも機種次第。さて、クラウドはどうかしら。レースの出場者だな。はい。チョコボはこちらで預かる。あんたらは控え室で待機だ。客の目につかないようにしてくれよ。新入りかい？お？あら、ジョー。やあ、エスト。今日も美しいね。はいはい、ありがとう。ああ、紹介するわね。彼はジョー、サム専属のレーサーよ。言いたくないけど、現役チョコボレーサーのトップに君臨する男よ。以後、お見知りおきを。クラウド、うちが送り出す期待の新人ってところかしら。チェックしておいて損はないんだから。へえ、エストのお気に入りか。ってことはよほどの逸材か、あるいは顔がいいだけか。その両方かもね。ライバルは歓迎さ。見かけ倒しじゃなきゃいいがな。期待しているよ、クラウド君。それじゃあ、レースが始まるまでしばらく待機ね。もしチョコボレースの練習がしたかったら、あのシミュレーターを使ってちょうだい。レースの練習しなくていいの？レースの練習しなくていいの？レースは初めてでしょ？練習はやっておいた方がいいわよ。レースは初めてでしょ？練習はやっ次のレースに出場される方はパドックまでお越しください。準備はいい？知ってる？わしさっき襲撃されたの。もしかしてコロシアムの事件って？さあ、それそれ。でもわしトイレに行ってて助かったの。すごい、ラッキーですね。
でしょう。だから今日は変わってる気がするんだよね。おお、そのパフェラード入ってる。たっぷりね。たぷたぷ。はい、どうぞ。おお、うん、うん、見つかったか。それどころじゃないです。あっつい。このままだと死んじゃいますって。ガーッ。ていうか、なんでタークスの制服って黒なんですか。お、こちらが終わり次第合流する。急いでくださいね。あと冷たい飲み物をお願いしますよ。アイスクリームでもいいです。バニラ、いや、バニラはダメです。大切な後輩が干からびちゃいますよ。聞いてます？先輩、先輩。レノがいればな。信じてたぜ。お前はやる男だってな。これでコレルプリズンは安泰だ。どうでもいい。ん？わわわわわわ、クールだね。ここは砂漠だぜ。もっとホットに感情を爆発させろよ。
今度はあんたが約束を守る番だ。分かってる。俺様は約束を守る男だ。せかす男は嫌われるぞ。この地下道で砂漠を抜けられる危険な流砂も全部スルーってわけよ。地下道から出た後は可愛いハゲタカちゃんが案内してくれるからよ。おとなしくついていくな。片腕が自由の男はスクラップ置き場の牢獄に縛り付けてある。あとは神羅に突き出すなり始末するなり好きにするんだな。あとは神羅と話をつけるだけ。まあ、俺様の話術にかかれば余裕だな。おいおい、ここでのんびりしてていいのか。おかげで稼がせてもらったぜ。ファオ。おいおい、ここで。戦争になったらいいチョコボから順番に取られちゃうからね。やめてくんないかな。戦争になったらいい、やめてくんないかな。クラウド、行くの？お前はこれからどうする？おかげでピコのお披露目は大成功。しばらくレースに出し続けるよ。どうしても倒したい奴がいるんだ。一人で大丈夫？一人じゃないよ、ピコが一緒さ。ねえ、クラウドはあちこち旅をするんだよね。もしここに戻ってきたら、その時はまたピコに乗ってよ。クラウドなら大歓迎だからさ。たまにはピコに乗ってやってね。グリーン牧場の名前をもっと宣伝しないと。グリーン牧場の名前をもっと宣伝しないと。バレットじゃないよね、捕まってる人。でも片腕が銃の男なんて他にいる？違うって信じよう。ああ、もうすぐわかる。
逃げるぞ。まずい。こっちだ。バレット。行くぞ。えらい目に遭いましたわ。バレット、よかった。無事だったんだね。脱獄した？なわけねえだろ。で、なんでお前らがここに？ゴールドソーサーで起こった事件の犯人を追っている。犯人は片腕が銃の男だって。なるほどな。あんたじゃないんだよな。全部俺のせいなんだ。バレット、話して。犯人の名前はダイ。俺の親友だった。4年前のことだ。マコーロが爆発事故を起こしてな。俺とダインは状況を確認するために現場に行った。その帰りだ。どうなってんだよバレット。あんな爆発が起こったっていうのに死んだの奴らは一人もいねえじゃねえか。んなこと俺にも分かんねえよ。村に戻ってみんなに報告しねえと。あれ、バレット、ダイン、おやっさん、神羅兵が来て村を襲っとる。事故の責任をわしらに押し付けて隠蔽するつもり。おやさん、村を頼む。そんな、くそ、早く村へ戻らないと。マリンとエレノアが。いつもそうやって諦める。走るぞ。くそ。バレット、ダイ、何やってんのよ。下手くそ。マコーロが事故を起こしたなんて言いふらされたら困るの。だからごめんなさいね。ああ頑張るわね。泣けるわ。マリン、ダイン、マリン、
出血で朦朧としながらなんとか逃げた。で、倒れたところをシロン先生に拾われた。だからこうして生きてる。そして右腕を失った俺は義手じゃなく、この復讐の道具を選んだ。ダイン、同じか。そういうことらしい。まさか生きてるなんてな。それを知っていりゃ、ダインもジンラに復讐してるってこと？わからねえ。ダインが現場から立ち去るところを見たが、誰かで構わず巻き込むようなやつじゃねえ。復讐だってんならなおさらだ。とりあえず会って話して、伝えたいことがあるんだ。じゃあ早速行く。あそこが牢獄らしい。ここにダインがいるのか？そのはずだ。俺一人で話をさせてくれ。でも。分かった。
ダインなのか。へえ、懐かしい声だ。ダイン、待ってろ、今助けてやる。これ夢か。バレットじゃねえか。くそ、なんだよ、お前もエレノアの誕生日を祝いに来てくれたのか。あ、おう、エレノア、マリバレットが会いに来てくれたぞ。そうだ、元気そうだ。いや、みんな一緒じゃねえ。なんでだろうな。おい、バレット、ミーナはどうしたんだよ。ダイン、お前、お前ちゃんとプレゼントを持ってきたんだろうな。今日はエレノアの誕生日なんだぜ。ソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺を神羅に売りやがったな。いや、違う、そうじゃねえ。やめろ、ダイン。どうした、撃てよ。俺はお前を助けに来たんだ。俺を助けるだって、お前が。これ傑作だ。面白いこと言うじゃねえか、バレット。寝言は死んでから言え。これは俺たちの問題だ。それじゃあよ、落とし前つけよう。変わっちまったな。なあ、バレット。昔よくネズミ捕りをしたっけな。お前間違って罠にかかったろ。あの時は笑ったぜ。ハハハ。くそ。相変わらず逃げてばっかだな、お前は。ダイじゃねえか。絶対に
やれよ。ダイン、終わりだ。終わり？終わりだと？何も終わっちゃいねえだろうが。だったら俺を殺せ。それで終わりにしてくれ。バレット、来んな。お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに顔に目がくらんだ。代償はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ。あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああ、シンラしかねえよな。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああもう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのに。もうマリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失ってお前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。マリンのところへ行こう。一緒に。
ラムゾ・バレット。マリンがいることをどうして教えやがった。ダイ。俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。
機を派遣、応援を求む。ゲス野郎の情報は本当だったみたいですね。ああ。にしても統括に生かしちゃって大丈夫なんですか？本人の希望だ。ボート鎮圧用兵器を投入する。各班、至急退避しろ。そんじゃ、行きますよっと。時間がない。ここから離れるぞ。どうやってさ。ん？ん？うわ！若者たちよ、これに乗って逃げなさい。園長。盗聴器にもなっていてね、全て聞かせてもらった。君は無実だ。疑ってすまなかった。あのバギーは謝罪の気持ちだ。受け取りたまえ。彼は私が責任を持って埋葬しよう。助かる。そうとなれば脱出。園長、こんなことしてええんですか？ゲストの安全を守るのは園長の務めだ。君たちがミッドガルで何をしたにしろ、ゴールドソーサーでは関係ない。またいつでも遊びに来たまえ。でもこれ運転できるかな？
僕が教えます。バレット、生きて苦しめだとよ。全部背負うんだ。さすがに押しつぶされそうだぜ。俺たちを頼れ。今日はやけに優しいじゃねえか。行くぞ。追跡を開始せよ。
どうや。上出来だ。大人のやつに届いたかな。ああ、聞こえたさ。これでよしと。統括、何かいいことあったんですか？ああ、いい仕事ができた。うん？お遊びはほどほどに。お呼びでしょうか。古代史は無事なのか。監視を続けていますが。約束の地へ向かっている気配は今のところありません。そうか。ヒュージマテリアより気になりますか。子供の頃からの夢だからな。絶対にこの目で見たい。では監視を強化しましょう。臭いこと言うなよ。頭の中が丸見えだぜ社長。俺が怖いんだろ。おっとまだ見えるぞ。なんだ。父親への畏怖、憎悪、劣等感、その奥に封じられた孤独。否定はしない。全ては俺の原動力だ。へえ、いいじゃないか。星には今少し刺激が必要だ。その力でかき混ぜてくれ。そんなに俺が気になるか。
これでよしっと。私たちにできること。エアリスと一緒にいた兄ちゃん、みんなでキャンプにでも行こう。なあ、この写真の人知らない？知りませんね。思い出料一つどうですか？無料でプレゼントする。家族と一緒に過ごす。こいつ知ってる？知らないな。ミッドガル上空に突如として出現した亀裂に関する続報です。シンラの科学部門によりますと、亀裂を調べた結果、特異な波動を観測したものの。なあ、この写真の人知らない？ごめん、知らない。止まっていることについて現在、この人どこかで見なかった？誰それ？この男なんだけど、見覚えない？悪いわね、わからないわ。やりたいことを我慢して後悔するより、今のうちに何でもやってみよう。もう勉強しなくていい？落ち着いて、一緒に踊りましょう。エアリス、大丈夫だよな？またアバランチか。カモナ、みんなでサンドイッチでも行かないと。一つどうですか？無料でプレゼントするよ。ベッドに。どうせアバランチだろ。爆発は暴動に来たらしい。人が死ぬ。静かに暮らしていたいだけなの。見つけた。